こんにちは、おしんちゃんこと小笠谷と本日はこんにちは、きさくらちゃんと藤山ドラゴンカレーさん、新しくね、この岩本町の方に今回リニューアルした、ね、よかったドラゴンカレーさんにさくらちゃんと行ってきました。天然おしんちゃんが道に迷ってやっとたどり着きまして先にさくらちゃんが頼んでおいてくれたので、ね、私の方もすぐ来る、先に頼んでました。まだチャレンジは一緒に始めようと思って、今回のチャレンジは 2.5 キロ、うん、20分のチャレンジなんですけど、ね、私ちょっとソーセージと前にクリアしたことあるので、ソーセージ、ハンバーグ、チーズは別でトッピングしました。私もチーズとエビフライと、あ、エビフライ絶対美味しいね。ガリ豚ガリ豚っていうのが気になったの。あ、思った、ガリ豚って何だろうと思って、それも頼んでみた。唐揚げ頼んでみました。トッピングはね、別料金なんですけど、美味しい、僕なんで乗せてみました、ね、初めて なのにノーマルじゃなく最初からハードル上げるっていう。すごい楽勝だと思う、ね、うん、全然足してもむしろ2つとか一気にいけるぐらいじゃない。 2.5 キロだったら2つでも5キロしかないから、最初から2つとかでも、そう、なんか変に辛くなくてすっごい食べやすい感じだった。むしろハンバーグ、オリーブ、唐揚げ、チーズ、エビフライ、藤山ドラゴンカレーさんではね、チャレンジの時に独特の掛け声があるそうなので、ね、楽しみ。本日はそちらでスタートします。はい、3、2、1、レッツチャレンジ、チャレンジ、はい、すいません、3、2、1、レッツチャレンジ、いただきます。いただきます。唐揚げから、唐揚げから、え、ハンバーグ食べたいよ。いきなり合戦のハンバーグこれ追加しちゃった。なんでめっちゃジューシー、うん、やばい、このハンバーグすっごい、このままで十分美味しい。あ、お米もなんか黄色いんだ。お米が黄色いね。嬉しい、ミートソースみたいなのかかってる、サルサソース、確かに唐揚げ噛むと地味に虫歯が痛い。唐揚げもでっかい、唐揚げめっちゃ美味しい、うん、ガリ豚ってなんか柔道屋さんの豚丼的な、あー、そんな感じ。でこの豚めっちゃ美味しそうだ。最初から入ってきてるけど追加するとさらに多い、うん、あ、甘い、甘じょっぱい。え、何追加したっけ、ハンバーグ、ハンバーグ、あ、そっかそっか。追加してよかった、うん、したいなと思ったんだけど、この後唐揚げ食べ放題だからやめた。カレーが美味しくなるそうですね。かける、うん、あ、なんか酸味、酸味がある感じ。なんか調味料あるとね、いろいろ。ピクルスも気になります。ソースかかったくらい、ソースかかったくらい、あ、美味しいね、合う、うん、あ、さっぱりするね、食べやすい、酸味
感増してほしい。うん、いや、カレーに合わなそうと思ったけど、合う。何の音？あ、エビぐらいピクルスって書いてるのが分かった。一瞬キャベツの漬物のことをおしゃれにピクルスって言ってるかと思ったら、ピクルスの味な。あの甘酸っぱい。合いそう。うん、美味しい美味しい。あ、これピクルスだ。一瞬なんかキャベツのお漬物だなと思ったんだけど、ピクルスだもん。配管するとこういうタイプが分かんない、ね、そう、そうなんだ。残り4分の1になったらやろうかな。このままでも十分美味しいんだけど、味付けまでしてある。美味しいよね。うん、え、待って、この
スープだけで飲めるんだけど。いやこれカレーなしで、とろみもある。スープだけで普通に雑炊やっても美味しそう。このスープ本当美味しいね。びっくりした。なんで間に合わなかったんだろう。え、これめっちゃ美味しい。ラーメンとかにしても美味しい。え、さすがじゃん。2分だよ。あ、2分しかない。やばい。ちょっとスピード上げましょう。喋んないでこう。今から喋ったら罰金ってことで。あ、今から口を開いたらあのサングラス取る件に処す。本気モードいただきます。あっち、あっち、あっちはあれ。おすすめは私にはハンバーグ。ハンバーグとエビフライ美味しかったな。エビフライなんて4本もつくもんだって300円で、ね、これソーセージも美味しかった。あ、ソーセージもガリ豚も美味しかった。そう、あれ美味しかった。まあ全部美味しかった。チーズはあれね、1個のトッピングだけじゃ生じ、あ、まかない。普通盛りにあれじゃちょうどいいの。デカ盛りだからチーズ入れてもあんまりなんだろう、チーズ感がなかったけど。ね、私たちこんだけ自分でトッピングしてハードル上げたけど、普通の人でも 2.5 いけそうな量なんで、なんかちょっと自信ある方ぜひぜひ富士山ドラゴンカレーさん、ね、おすすめです。20分も時間があって ね20分もある。本当にこれ結構飲めるぐらいの食べやすいジャンルのカレーだったね。そう、塩気がスープとして普通に美味しい。ラーメンスープみたいな、うん、もうちょっと味濃くしてラーメン入れたら、うん、めっちゃ美味しい。このまま飲んでも本当美味しい。さっきかけて食べた瞬間に、あ、これこのまま飲んでも美味しいやつ。ラーメンスープでいける。あ、いける。
ね、あ、そうそうそう、天一を、あ、生ですみたいな天下一品のやつを薄めにした感じの、本当スープとして飲める味にしてる。はい、ということで本日はさくらちゃんとチャレンジでした。2人とも見てねー。